将棋が強い、バスケのシュートめっちゃ入る、足もまあまあ速いし、ジャンプ力もめっちゃ高い、そして算数が得意やし、料理も作れるし、そして帽子が似合ってるし、顔の形もちょっと可愛いね、いっぱいあるやろ。あ、今のはな、僕、おかっちのいいところです。みんなはどうや、自分のいいところを見つけれますか？やっほー。最近ね、読書、本読みにハマっているミスターおかちです。今日も来てくれてありがとう。いつでもどこでも自分らしく輝くライフスキルをここで一緒に学ぼう。今日のライフスキルは、いいところを見つける。みんなに質問があります。自分のことを好きですか？はい。今手を挙げていない人は、自分のことが嫌いだったり、自分のことが好きじゃなかったりする、そういうことかな。おかっちは思うねん。間違ってるかもしれへんね。でも思うねん。自分のことが嫌いやったらめっちゃ辛いやん。自分のことが好きな方がええと思うねん。だってね、自分と離れられへんやん。自分と離れられへんやん。ずっと一緒にいないといけないやん。24時間ずっと一緒やんか。ずっとね、一緒にいないといけない自分のことが嫌いやったら全然楽しくないやん。嫌いな人といると楽しくないやろ、面白くないやろ、人生つまんないやろ。だからやねん、自分のことが好きな方が人生楽しくなる、面白くなると思ってんねん。まずな、考えてみよう。なんで人間は自分のことが好きになられへんのか、自分のことが嫌いになるのか、なんでやと思う？簡単やん。一言で言うよ。それは自分の悪いところしか見ていないからやね。悪いところばっかり見つけてしまってるからやね。なんで俺漢字こんなにうまく書かれへんやろう。なんで俺はいつも泣くんやろ。泣いてばっかりや。全然シュート入らへん。俺はダメなんや。センスないわ。うわー、かけっこでも一番になられへん。あー、ダンス上手くなってきたけどね、ダンス上手くなってきたけど、僕よりも上手い人いっぱいおる。やっぱり僕はダンス向いてないんかな。こんな感じよ、わかる？自分の悪いところね、いっぱい悪いところいっぱい見つかるから、どんどん自分のことが嫌いになっていくね。わかる？それはいいところが一つもないんじゃなくて、わかる？悪いところしか見てないからやね。自分の悪いところばっかり見つけて、それたくさん見つけるから、どんどん自分のことがな、嫌いになっていくね。悪いところはいっぱい見つかるかもしれへん。でもね、いいところもね、それ以上にたくさんあるんだよ。いいところが一つもないなんてことはブブーありません。いいところが一つもないんじゃなくて、悪いところしか見ていないの。いいところをたくさん見つけましょう。そういうことなの。いいところあるから。バスケットボール教室のお話です。2人の子供がいました。1人は4年生の男の子や。バスケットボールの試合でシュートを外してしまったの。あー、やっぱり入らへんかった。大事なところでいつも外す。俺はどんだけ練習してもやっぱり上手くならへん。もうシュート打たん方がええわ。もう向いてないわ。もう一人は4年生の女の子。同じようにバスケ教室の試合でシュートを外しました。よし、今回はシュートまでいけたぞ。相手を抜くことができた。ああ、私は成長してる。でも次どうやったらシュート入るようになるかな。あかんかったところを直して次絶対入れるぞ。こんなことを言ってました。なんかこの2人全然違うくない？でも同じやね。同じことしてしまって、バスケのな、試合でシュートを外して、シュートを外す、同じことをやったけど
全然違うよ。男の子は自分の悪いところばっかり見てて、で女の子は自分のいいところをたくさん見つけて、悪いところをたくさん見てたらどうなる？あーやっぱり俺シュート入らへんわ、ダメやわってなったら自信がなくなるやろ。じゃあ自信がなくなったら練習しない、じゃあ練習せえへんかったら上手くならない、上手くならなかったら試合でシュートも打たないし打つのが怖くなるし、どんどん面白くなくなってくる。じゃあ思んなくなったらバスケやめるかもしれへん、バスケやめてしまう。じゃあそんな自分のことをどう思うよ。嫌いに思うよね、どんどん嫌いになっていくの、悪いところを見てたら。じゃあないいところを見たらどうなる、自分のいいところを見る。おし今回は相手が抜けたぞ、やった前回できなかったけどシュート打てたってなると嬉しくなるよね。だってなできなかったことができるようになったり、できることがもっとできるようになったら嬉しいやん、楽しいやん。嬉しかったり楽しかったらどうするよ、練習するの、努力するの。練習したり努力するとどんどん上手くなっていく、上手くなるとシュートが入るでしょ、シュートが入ったらもっと嬉しくなる、嬉しくなるからもっと練習する、練習したらシュートが入るようになる。そうするとねどんどん自信がついてくるの。わあ私シュート得意なんだ、バスケットは向いてるよ、やったー。これはもしかしたらバスケだけじゃなくて勉強もできるんじゃないかなと思っていろんなことに挑戦するようになるの。そしてその挑戦してる姿を見てな、自分のことがどんどん好きになっていくんです。いいところを見ると自分のことが好きになっていく、そうなるね。だから同じ失敗しても試合で負けたとしてもいい点数が取れなかったとしても、まあ、何が起こったとしてもいいところを見るのと悪いところを見るの全然違うね、全然違うね。悪いところを見ると自分のことが嫌いになり、いいところを見つけていくとどんどん自分のことが好きになって成長していく。分かったか、そうなるね。復習です。自分のことを好きになるともっともっと練習してもっともっと努力する、だから成長していく、成長していく姿を見たら自分がどんどん自信がつく、自信がつくからどんどん自分のことが好きになっていくんです。だからみんなには自分のことを好きになってほしい、好きになるために自分のいいところをたくさん見つけてほしいんです。じゃあどうやって自分のいいところを見つけたらいいのか、ポイントは2つです。1つ目、昔の自分と比べる。2つ目、結果だけではない準備とかプロセスとか過程とかちょっとした変化に注目する。試合に負けたけどこの前よりも3本も多くシュート入ったよ、漢字テストで100点取れなかったけどこの前よりも10個たくさん漢字を覚えたよ、いいパスが出せなかったけどこの前よりも緊張せずに落ち着いて試合することができたよ、こんな感じです。昔の自分、過去の自分と比べるの。この前どうだった、そして今回どうだった、その変化を見てください。どれだけ成長したのか、そこをしっかり見てあげるの。人と比べたらダメ、 OK？ 昔の自分と比べる。そして少しでも自分のいいところが見えてきたら、見つかったら自分で自分を褒めてあげてください、伝えてあげてください。シュートは入らなかったけどナイスパスができた、試験に合格できなかったけど今日まで僕は頑張れた、褒めてあげて、伝えてあげて、認めてあげてください。自分の努力を、頑張りを、もう頭の中でもいいよ、いやもう声に出そう、声に出して自分のこと褒めてあげるの、自分の成長を認めてあげてください。自分が成長したなって自分で自分が分かると嬉しくなってくるから、どんどん楽しくなってくるから、嬉しくなったり楽しくなってくるともっとそう成長したい、もっと上手くなりたい、もっと頭良くなりたいってね、努力するの、努力していけばどんどん成長していくからね、 OK？ そのやりたい、楽しい、嬉しいっていうエネルギーが次の一歩につながるから。はい、以上です。今日のテーマは自分のいいところを見つけようでした。いいですか？今日からスタートです。今日から始めてください。
1日3個自分のいいところを見つけるんだ。どんなことでもいい、どんなちっちゃなことでもいい、それを見つけてあげて、自分で自分を褒めてあげてください。お母さんに伝えてもいいよ。今日自分こんなことができたとか、頑張れたとか、努力したよとか、どんどんね、自分のことを褒めてあげてください。声に出してくださいね。そして素敵な自分を、みんなめっちゃ素敵やから、僕たちはみんな素敵なんだから、その素敵な自分をもっともっと大好きになっていこう。そんな感じです。また会おう。バイバイ。さよなら。さよなら。